リアクトリアクトネイティブリアクトネイティブは Facebook が作成したオープンソースのモバイルアプリケーションフレームワークである。開発者がネイティブプラットフォーム機能とともにリアクトを使用できるようにすることで Android、iOS、Web および UWP アプリケーションを開発するために使用される。さらに q t の不完全なポートも存在する。2012年マークザッカーバーグは 会社として犯した最大の間違いは、ネイティブではなく、HTML にあまりにもかけすぎていたとコメントした。彼は、Facebook が、間もなく、優れた、モバイルエクスペリエンスを提供すると約束した。Facebook の内部で、ジョーダン・ウォークは、バックグラウンド JavaScript ス,スレッドから、iOS の UI 要素を生成する方法を見つけた。彼らは、 このテクノロジーを使用してネイティブアプリを構築できるようにこのプロトタイプを完成させるための社内発火損を組織することにした。数ヶ月の開発の後、Facebook は2015年に React JavaScript Configuration の最初のバージョンをリリースした。テクニカルトークでクリストファー・シェードは Facebook がグループアプリと広告管理アプリの本番ですでに リアクトネイティブを使用していると説明した。リアクトネイティブの動作原理は、リアクトネイティブが仮想ドムを介して、ドムを操作しないことを除いて、リアクトとほぼ同じである。バックエンドプロセスにおいて、エンドデバイス上で直接実行され、シリアライゼーション、非同期、およびバッチブリッジを介して、ネイティブプラットフォームと通信する。リアクトコンポーネントは、既存のネイティブコードをラップし、 リアクトの宣言的な UI パラダイムと JavaScript を介してネイティブ API と対話する。これにより全く新しい開発者チームによるネイティブアプリ開発が可能になり既存のネイティブチームの作業がはるかに高速になる。リアクトネイティブは HTML を使用しない。代わりに JavaScript ス,スレッドからのメッセージがネイティブビューの操作に使用される。 リアクトネイティブのハローワールドプログラムは次のようになる。インポートリアクト、コンポーネントフロムリアクト。インポートアップレジストリー、テキストフロムリアクトネイティブ。エクスポートデフォルトクラスヘローワールドップ、エクステンズコンポーネント、レンダー。リターン、テキストハローワールド、テキスト。スキップディスラインイフユージングクリエイトリアクト、ネイティブアップ。 アップレジストリー、レジスターコンポーネントイコールヘロワールドップ。The React GA's code can also be imported into another component with the following code.Import ヘロワールドップ From。Hello ワールドップ。ありがとうございます。